はい、片山。はい、11月22日。今日はちょっと冷えて雪が結構いい感じです。ちょっと左抜けてんな。さっきのよかったね。朝の富士3本目かな。いやちょっとスタンス広いな、ひろきさん。朝、朝回り。はい、ニャッチ。絶対に肩から入っていくなよ。いや、今のダメ。たまに左ターンだな、やっぱり。はい。リッチ。朝回りでね。さあ、ガラガラガラってなるのはちゃんとまっすぐ乗れてない証拠。ほら、今の力開いてるよ、開いてるよ。無理に。はい、柳沢さん。いいです、好き。さあ、スキントップの方向見てくださいね、柳沢さん。スキントップの方向、全部スキー開いてますね。はい、ゆうや、GS。ぐーっと乗る。ぐーっと乗る。ぐー。まだちょっとぬるいなぁ。ぬるい。よし、シュート。さあ、スタンス広げないで、ちゃんと内傾軸をちゃんと作っていく。またスタンス広くなってきたぞ、ほら。はい、さあ。さあ、内側の股関節をうまく使うんだよ。彼は絶対に詰まらないよね。ちょっとまだ詰まってる。伸ばしきっちゃダメだよ、絶対に角を。はい、タイチ。さあ、頑張れ、右足に乗っていく。こっちこっちこっち、ほら全部体開いちゃうぞね、しっかり。何、どういう乗り方が違うのかちゃんとわからないと。右手曲がっちゃうし。はい、ゆかり。そう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 、少しずつちゃんとこう手前に出していく感じがいいぞ。そう、うん。はい、ゆっくり。ほら、回すな回すな。そう、そういうことそういうことそういうこと。そう、ぐーっ。まだちょっとだけスタンス変わるの気になるな。はい、ほのか。ぐーっ、なる。傾く、傾いていく。はい、傾いていく。そう、傾く。前にトランスを使ってない。はい、どうぞ。そうそうそう、やっぱ左ターンだな。こっちの方がいいですね。こっち、右外側。こっち。さあ、小学3年生。早朝デビューです。そう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 、しっかり深回りできるようになるといいな、もう少しな。はい、ゆうすけさん、ご兄弟揃って左ターンが苦手という。左ターン体から入る癖ありますね、お二人とも。はい、このようさ、これ以上初参戦。これを伸ばすなよ、しっかり乗ってこ乗ってこ。まあ、ぬるいな、やっぱり。はい、4マス。うん、乗り方良くなってきたよ。そう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 。はい、田川大受賞来ました。ターン終わってすぐ切り替えそうとしなくていいぞ、OK。まっすぐ乗る、まっすぐ乗る。
まあでも徐々に慣れてくるのやっぱな。はい、案内。さあちゃんと重心をねしっかり外スキーの方に持っていってあげてから入っていけるところ、やっぱ全部体から入っちゃってるぞ。まだ内足でエッチングがずれてます。あんなキレキレで滑ってくれ。はい、ペーさあ体開くのよ。ちゃんとスキー乗ってく。ずらしてずらしてだな、まだな。はい、ゆき。そう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 、そういう乗り方、そういう乗り方。めっちゃいいけど。はい。さあ入り方ね、入り方。ちょっとでもな、やっぱシャドウがあるところ少し遅いぞ、片山入ってくるのが。さあ次は杉浦聞きます。上の方だけ手足リフトして足の位置確認。はい、ひろきすぐ出たな。さあ関節大きく使え、足首足首。次陸です、次に行きます。はい、最後伸びちゃダメだよ。はい、陸。どこつくかというと、この角度、この角度でもずれてるぞ、リック。はい、ニャッチ。さあ、こっち。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 うん。ああ。70点ぐらいだな、これ。はい、いやいや、ゆーっと乗る、ぎゅーっと乗る。そう、最後までしっかり乗るんだよ、最後までしっかり。最後、ほら、最後までしっかりの力抜くな。シューター褒めた直後にスタン、はい、シューター行きます、お願いします。はい、柳沢さん、左ターンですね。右側速左ターン、やっぱりあすごい体。はい、柳沢さん。おー、そう、タイプエクササイズ、なるほら、こっちが甘いでしょ。最後まで乗れてないじゃん。最後まで乗る、最後まで乗る、最後まで。もう一度聞こえない、ゆっくり跳ねて。はい、ゆかり。さあ傾きを作ってくるんだよ、ゆかり。はい、さあもうストックを置いて手前に出すやつやるからね。いいね。引き続き膝と顎つけていくようなイメージで。はい、龍騎も同じストックを置いて外の手をしっかり前に出していくエクササイズ、いいかな。龍騎も膝と内足の膝と顎くっつけていくような感じ、そういうイメージ持っていこう。はい、龍騎オンコース。最後回さない体。はい、ほのかも一緒ね。ストック置いて、外手前に出していくエクササイズね。やりましょう。はい、ゆきよさん。ゆきよさんもやっぱり左ターンですね。右外足左ターン、やっぱりちょっと意識してほしいです。もう一本行きましょう、そのまま。さあ、ゆきよさん。こっちターンどうですか、こっちターン。ちゃんと右外側で最後まで乗り切って終われるような、感覚、もう少し股関節をちゃんと大きく使ってあげれるといいですね。はい、岡田ちゃん。そう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 。
もう少しね、少しずつ少しずつそのスキーのエッジをね立てて、角を立てて滑れるなんていけるといいな、すごくね。あとは内足な、内足もアウトエッジって言って内足の方のエッジも使っていけるともっと角を滑れるじゃん。はい、ゆうすけさん、こっち最後まで乗る、右足最後まで乗り切る。トモヤです、お願いします。はい、トモヤ、少しずつ慣れてきたら足首、膝、股関節の関節ね、もう少し全体的に大きく使って。はい、ケーもターンとターンの間一回ニュートラルちゃんと作んないとダメだよ。いいかな、ターンの始め、ターンの角付けがやっぱりすごいずれちゃってるからね、内足に乗っちゃってしっかり外突きで乗り込んで切り込んでいくっていうのを思い出してください。はい、OK、さあこっから切り込むんだよ。まあ外足の方に重心いってないぞ。なんでかっていうとやっぱ体と腰がちょっと開いちゃうからな、こっち特に右足しっかり切り込んで乗るすごい外傾だけはめっちゃ強いな。 OK、OK、そう、少しずつずれを少なくするんだぞって。次アンナ行きます。はい、アンナ全く一緒ね。ターンの前半すごいまだずれちゃってるから、いい角付けしっかりしてそこから一本のエッジで乗っていけるようなイメージもっと持つんだよ。いいか、これがさーっとこうすごいずれちゃってるっていう感覚をまず持たないとダメよ。さあ角付けしてギューってなって、角付けしてギューってなって。ゆうきじゃん。あ、ゆうきまた一緒しっかり。あ、ひろき、あ、ぶぶぶぶぶぶぶ、はいよ。はい、ギョスさん、外とクローチング、左ターン意識、うん、これがやっぱりこれぐらいが一番いいですね。そう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 、これぐらいで攻めてとどまってほしい。ちょっとまだ抜けてますけど、でも全然いいです。さあ、ちょっと二回り、そう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 、あ、上手上手上手、ぎゅーっと二回りする、ぎゅーっと二回りする、そうそう、常にこれぐらいのターンできるといいね。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よくやってる。よし。そう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 、上下動はいらないですよ、上下動はいらないですよ。右側側の捉え方。よし。はい、タッチ。ゆーっとなる。ちょっと損するな、やっぱり。最後お尻下がるの違うぞ、だ最後お尻下がるの違う。はい、ゆかり外手クロッチング、そうギューッと乗ってく、傾きながら乗ってく、傾きながら乗ってく、最後スキーだけを先に出しちゃダメだぞ、絶対ついてくるんだよ体は。そう、はい、ほまた、はい、小学校4年生。さあ、お尻下げて曲がるな、お尻下げて曲がるな、傾いて傾いて、ゆーっと乗る、そう、ぎゅーっと乗る、そう、はい、片山。さあ、腰の向き、体の向き、うん、なんか右外側の方が良くなってきたんじゃないかな。こっちちょっと入りが悪いな、左の。はい、ヒロキ、はい、歯切れ力、うん、上が微妙だよね。さあ、歯切れ力ね、歯切れ力。はい、沼津、そこでクロチン。なぜ左外側だけずれる。これ両方組んじゃってるじゃん、これ。
なあ、両方、これクロッチングじゃん、これ。はい、ゆうき。ゆうきの片手クロッチングです。そう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 。で、そう。最後、腰折れすぎるなよ。外に腰折れすぎるなよ。よし。はい、りょうさん、ラスト。よしよしよし、さあラスト1本、よし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 、今日で一回りできるようになりました。よし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 、伸びない伸びない伸びない、見ろよ、いいよ、はい、ほのか、よーしよしよし、そうそうそう、潰してお尻下げて曲がらない、で、はい、ひろき、さあ、もらってもらって、圧もらって、はい、しっかり圧もらっていこうね、圧もらって、いいよ、はい、片山、次陸です、お願いします、左だよ、左、左側にしっかり乗ってもらって、そうそうそう、はい、陸もタンコはね、しっかり車格好取っていくんだよ、はいよ、あと2つ先乗り、さあ、圧もらって、入れ替えていく、入れ替えていく、キー玉しけ、横に下に踏んだらたまないぞ、スキー、はい、一周です、お願いします、はい、ニャッチ、そう、ほらちゃんときっちり乗って終わる、そう乗って終わる、乗って終わる、はい、さあや内側のね、股関節ね、腰から入らないんだよ、ターンは、よー、トルコちゃうな、無線刺した、それだ、はい、さあや、はい、ほら、しっかり足、足、膝、うまく使っていけ、はい、ともや、スラロームのね、インターバルぐらいでギュンギュン曲がっていこう、一本目、いいよ、はい、ともや、はい、リュウキもただまっすぐ行くだけじゃなくてポールぐらいのね、インターバルでしっかり切れるんだよ、いいね、はい、さとけ、はい、リキ、最後ほら、最後広がるな、最後広がるな、これ良くないやつだよ、最後広がらないチャンス、はい、リキ、いいよ、スタートいいよ、はい、行きます、はい、ユウヤ、しっかりプレッシャーもらってギュンギュンクロスオーバーしていけ、いいぞ、はい、ユウヤ、はい、乗る、乗り切ってちゃんと回す、はい、シュート、スタンス、そう、広がって押すなよ、広がって押すなよ、スタンス広がって押すな、はい、ほのか、午前中の続きだからね、しっかり体倒し込んでいく、潰れないでいくよ、はい、ほのか、さあ、エッジをどうやったら立てていけるかっていうことを考えていけるとすごいスキー速くなるからね、上手くなるからね、内傾で傾き使っていくんだよ、傾き、いいね、ゆかりです、はい、ゆかりもしっかり傾き使っていけるようにね、はい、スタート、OK、はい、ゆかり、そう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 、ほら、腰外れて傾いちゃダメだよ、絶対スキー乗れないぞ、足首掴んだよ、そう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 、